確かに一緒や顔買ってあげました服靴もマクドナルドあ、それ聞いてみようか。なんでそこで物語したの。ん、何持ってんの。マスクか。財布。ノーマニー。ノーマニー。うまい、ないよ。ノーボレット。ノーボレットちゃん。ノーマニー。ラミカヨー。そのから喧嘩せえへん。そう。だって前一緒に手つなぎながら小学校じゃん。ええー。二人で。でその時はこの子も裸足だったの。裸足だった。で弟は履いてる。履いてる。弟なんで履いてんのに兄貴靴履いてない。それちょっと知りたいですね。一回ちょっと聞いてもらっていいですか。エカバ、何番ワイスネラスオルウェイス。ノーマニー。まだエカオナセネラスオルウェイス。何番？ネイコンコマニー。ネイコンシャマニー。我阿公木屁公不夸大，我老我不当家父。だから物乞いするときはスリッパを履かないで物乞いをするっていうスタイルをやる。ああそうなんや。お金もらうためにスリッパ買ってっていうのが入るスタイルをまずやる。ああそうです。ビジネス物乞いちゃうただのスマートですね。いやベリースマートない。まだ行こう。ないかすねらす。笑ってるやんか。行こうば。ないかすねらす。あらいないかすねらす。ほらここで行こう。ナーマンパレットの子。行こう、パレット。行こう。ガビドンハ、オルウェイスソロイソロイ、さあ、スクラハン。では、なったいみこうない、スネラス。わ。もう入ってたやん。サパート。サパート、靴入ってた。え靴。小学校行くときは靴履いて行ってましたって。でも、物覚えするときは。話になります。じゃあ、物のストチルじゃないと。パート、スコバ。ストチルじゃないですか。ストチルになれる。え、You are sometimes become street children。 通じてない。リカオバー、アフター、エスケラハン、サムタイスバーカミングデレアスケンマネディバー、ガマイオソー、アスケンマクドリバ。だから、学校終わって、ランドセル置いて、はい、さあ、今からバイトだっつって、はい、そこ来て観光客の人に笑顔を振りまいて、はい、お願いしますみたいな、はい、とマクドナルド結構買ってますよ。その時自分も買ってたし。この子ないわけじゃないってことですか。いやだから一切お小遣いもないし最低限しかないみたいな。あだって1日1食だけでしょ食べて。あ1日1食、まあ、普通の生活よりかはきついよね。だから自分で言うメーカーマニー。俺の言葉一切通じない。メーカーバーアフターエスクラハンニーダマネーダツワイカオソロイソロイデンゲッタマネー。そうだからやっぱ食べたいじゃん。足りてないからやっぱそれ以上に食べたいからみんなに援助してほしいみたいな。あだから歩いてあげてさ、これでこんなあってやれたらもう一番ねかわいいっす、うん、そう。いやらしくないもんね。そうで、ずっとほんまに撮影の時ついてきてたじゃないですか。そうで、なんか道案内とかしてくれてて、ずっと後ろとか横とかでなんかちょっと遠目から見てんねん、この子ほんまずっと。まあ今日みたいにずっとこうやって喋るの初めてやからな。だって今日、イクピーだってこの子の声聞いたの初めてでしょ。多分初めてです。ねこの子は全然喋らない。そうずっとなんか、いいみたいな、ずっと笑いながら近くにずっと。で写真はでもこの前撮ったけどな、一緒にな。ずっとこの笑顔に、可愛いやろ。弟どこ行ったの。すごい。リマカットイン。リマカットイン。なんか5年間俺はストリートやってるぜ。5年間8歳じゃん。ってことは3歳からやってる。え3 years old 1歳通じない。Can you teach about the Anna? セコピーセコピー。アコあれこでね、タコ、コリアン、なんだこれ、すごい、リムスク、アラコデラ、アラデラ、なんだこれ、エス、マネさん、こういう感じ。だ、最初マクドナルド。でマクドナルドできてまだ1年ちょいだから。あ、1年ちょい。だいたいその時ぐらいからあそこに座って、はい、腹減ったっていうのを一人で始めて、はい、で韓国人とかいろいろやって、弟をその後連れてきた。どこに行こうで待って。ブラザー。あブラザー。え
検査ティーチャーバッター穴穴ボトンボトンアコボトン穴せやアコプリアだか分かんない俺が教えた方がいいっすノーノーバカバカコンバカコン嘘つけって多分俺だって喧嘩したしねデュバナゴーテルスイミンスイミンあ、行きたい日本めっちゃ輝いてる顔見てほら、行きたがってるでめちゃめちゃデューナはブルーウォーターグッド。これ日本人観光客とかもめっちゃ行く場所なんやけどプライベートビーチとプールのあるホテルそこにちょっとこの子たち連れて行ってあげようと思ったここまで仲良くなったしこの子たちめちゃめちゃ喜ぶと思うからもう最後そこだよシラメタアヨわーいいねマルバゴブルーウォーターに到着しました。ちょっと天気悪いから海の状況とかどうなってるか分からへんしあと肝心な海パン誰も持ってないタオルも取らないもう太陽出ることないやろあっちにビーチあるからビーチに連れて行ってあげたいと思いますよし行けばこれ今日人少ないな平日やん平日で雨降ってるからめっちゃおるからね普段やったらめっちゃおるぞ100人超えでしょうん塩ドンビッグさあレッツゴーたかったかったうわっヘッド足いったちょっと待って石だらけホテルの評価下がる石だらけやここしかめちゃめちゃヘドロイン痛がってるこれウニあるやんどれすご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 これウニちゃん、イソギンちゃんクラゲクラゲあかんやんこれえこのクラゲはいけるどこあるで強ほんままあ嘘つくほんまやちょ、あかんふんだえポイズン本気で逃げたこれ腫れたあごやばいやば足めっちゃ丸見て足こんなけ丸ああやばいあるスターフィッシュ全然見えないスターフィッシュ喜んでるこれえぐいちょっと見てほら抜けへん見て抜け足抜けへんほらおかおな買ってもらったスリッパなくなりました。嘘やろ。買ってもらったスリッパ。嘘やろ。なくなりました。俺のスリッパどこ行ったのかいや。痛い。ほんまに出てる。嘘やろ。孫よ。朝死にやす。おい。ない。嘘やろ。うわ。セミンプール、オッケー。セミンプール行きたいらしいから、セミンプール戻ろう。シャワー、初シャワーなんじゃないかぐらいね。あれ、つけ方わかるか。得意。うわ。おいな。あ、うん。ほんまに。いや。えい。かわいい。やっぱシャワーも当てたくないよ。え、first time use that one?First time? 行こう、俺見て、あな仕方まるちょっとビビってやるな何ですかいや、こっち飛べってたら、いろいろみんなつけてくる浅い雰囲気兄ちゃんは飛べる兄ちゃんはもうこっち飛べるけど全然いける弟はまだこっち飛ばれるこれが怖い、怖いです。海に慣れてないと。こんなん行けないんだろうね、海に。見ら。両親に怒られます。今日はもう終わりです。サラマッチ。サラマッチ。はい。サンキュー。ワイサッパイヤ。サラマッチ。ワイサッパイヤ。ワイサッパイヤ。でも聞いてない。物足りなそう。だから寒すぎたんですよ、逆にいやもうね、時間が足りなすぎた今日、ほんまに2、3時間やったから、うん、もっともう早く来てあげたらよかったな多分ね、もっと遊びたかっただから帰りたくないってずっと言ってるから
でもちょっとね、俺らがね、時間押してるから、オッケー、また連れて行ってあげろ、この子。オッケー、パパ、アトリックだった。なんて言ってんの？明日、まずジュースもらいに来るからな。待って、いい、飯くれって最後飯食いたいって言ってるから飯だけ最後あげてバイバイしようか。今日は多分めちゃめちゃ楽しかったやろ。あ、喋りすぎて腹減ったんだ。だってマクド食ったの1時間半前、2時間ぐらいしか経ってないんだけど、マクド食ってな、だからめっちゃお腹減ったって言ってて、何食べたいって聞いたらケーキ食べたい、だから今スーパーマーケットに来てて、そこにケーキある、そのケーキ最後買って、この子たちね、最後もうバイバイしようと思う。 OK、アルバイ、はい、あ、マッチ110ペソムーンホールで220円、こっか安い、安すぎや。うん、まあでもこれで喜んでもらえへんやから、めちゃくちゃハッピーなこと。買いました、これ。これ最後に渡してお別れしようと思う、あの子たち。とりあえずこれを渡しよう。はい、じゃあこれあげます。はい、せーの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 、オッケー、オッケー、センキュー。はい、帰っていくスピード早すぎや。スラムビアリもはい、スラムビ